心をくすぐられて、ワクワク本当楽しいなって思わせてもらえるような場。大学の出城、双方向性がすごく大事なので、大学を一歩離れて完全にアウェーな状態でこの研究者たちが話すっていう機会をいただけるっていうのは非常にありがたい。つながる、人がつながる、知識がつながる、それがサイエンスカフェ。自分は触媒っていうかネタになって、初めて会った人たちが盛り上がって仲良くなって、こうライブな感じで非常に幸せな時間でした。自分なりになぜっていうのを発見して考えられる場だと思います。研究者も聞き手も観客の方もみんなが一市民として教会を取り払えるような、我々みたいな人がこうだよねって言って、あ、そうなんだじゃなくて、もうそれを飛び越えて世界をもまたいでアイディアをどんどん出せる次世代を育てるのはやってあげたい。日本のそういうサイエンスももっとさらになんか上行くのかな。研究者、私自身とその企画作り手の方とお客さんとの共同の場だったかなっていうふうに思ってます。サイエンスカフェ札幌があって私の人生は良かった。始まりと成長の場。